ちょっと待って、休憩。伝わってます？伝わってる？辛い。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は車椅子で坂道がどれくらい、まあ、どういう傾斜シャドウでどれくらい登れるのかで、あと下り方、下る、私個人的な下り方の方法とかを撮っていこうと思います。ここは私の、お家なので、ここのお家の周りはすごい坂しかないので、なんかもうほぼ筋トレ状態なんですけど、やっていこうと思います。じゃあやります。はい、坂の下り方なんですけど、熟年の人たちがやるのはキャスター上げしながら、キャスター上げしながらこう下るんだけど、私はそれができない、まだ下手くそなので、上体をこう反らして、上体を反らした状態で坂道を下っていきます。坂道を下るのは基本的には得意です。結構健常者の人から見てるとめちゃくちゃ怖いとか危ないとか見られることはあるんですけど、坂道はなんか逆に楽なので全然心配ないんで、言うって感じをこっちに見せていこうかなと思います。で、傾斜はあんな感じ。傾斜わかるかな。はい、この坂をまずじゃあ下っていきます。ではレッツゴー。こんな感じでハンドリウムをちょっとずつ抑えながらスピード調整をしていきます。でね、本当はこれ摩擦がめちゃくちゃくるから手がすごい熱くなるの。本当はなんかグローブとかした方がお手手のためには優しいけど、僕は見た目重視だから手袋はしません。で、ある程度こう道がそんなに悪くなくて人もいないときはもう手離していくよ。もう滑走するからね。滑走していきます。もうめっちゃダッシュ、この方が楽しい。ちゃんと追いついていくね。こんな感じ。こんな感じで坂道はある程度こうスピードを出して降りれるので、私は坂道下るのがめちゃくちゃ好きです。楽しい、なんかジェットコースターみたいな気分です。はい、じゃあ次、坂登っていきます。坂道の傾斜はこんな感じの傾斜を登ります。わかるかな、伝わる。登っていきます。こんくらいの傾斜はね全然頑張れる。こうちょっと前かがみになって、もう腕、もはやもう腕です、腕。でもこうちょっと前かがみに後ろ向きになっちゃうと前輪が上がっちゃうので、基本的にはこういう感じで前かがみで登っていきます。大変大変だけど、こんくらいは全然平気。私くらいだったらヘルプお願いしますよ、なくても大丈夫です。こんな感じで、はい、登りきりました。こっちも登ってってみようか。右側と、ここで途中で休憩する方法をちょっと教えるので、いきます。で、ここはだんだんでちょっと傾斜が強かった。こう登ってみて初めてやばい、ここの坂つらいって思う時があるんで、こうやってもう漕いでるとこう腕に乳酸がたまるから、どんどん疲れていきます。だこういう風に坂を登るためにはやっぱり腕の筋力が必要っていうので、筋トレも大切です。で、はい、疲れた、もうやばいってなって、このまま止まると大変だから横向きになります。横向きになって、まあ、ブレーキちゃんとかければ手離して休憩することができます。で、また引き続き登っていくって感じですね。はい、熱い。じゃあ、まあ、こんくらいの傾斜は自分で登れるっていうことが、まあ、ちょっと皆さんにも伝わったのかなと思います。じゃあどれが登れないのか、さすがにこれは無理だ。まあ、そうな、ベテランさんで登る人とかもいるけど、一般的にはこの坂は登れない、ちょっと大変っていうのを今度見せていこうかなと思います。はい、次は行けなくもないけど、まあ、行きたくないっていう坂がこの坂ですね。こんな感じ、わかるかな、伝わるかな。はい、じゃあもしかしたらいけるかもしれないけど、ちょっとチャレンジしてみます。さっきとどれだけ違うのか、どう角度が伝わるかね。あー、いくぜ。やっぱり大変
にやりたくないから、これはさすがに人にお願いする。やばいやばいやばい、ちょっと待って休憩。伝わってます？伝わってる？辛いの傾斜の違いが、やばい。こんな感じで急な坂は、まあ、頑張れば登れるけど、一緒にいる友達とかに押してもらったりするか、もうこの坂以外の道で目的地にたどり着ける場所がないのかっていうのを探します。スマートドライブで傾斜を登ってみようと思います。結構な傾斜なんだけど、いけるのかいけないのかも試しながらスマートドライブで行きます。感じでスマートドライブ結構な傾斜を登ってこれました。まあ、スマートドライブで傾斜登るときもやっぱ前傾姿勢が大切です。で、他にめちゃくちゃすごい傾斜のところがもう一個あるんですけど、そこでも登れるのかっていうのはちょっと別の日に撮ったのがあるので、それをご覧ください。あんまりいいねって言わねえな。全部遠いな。あんまりスケールもいいんだ。どうしよう。どうする？やっぱりこっち？でもやっぱりこっちだよね。もちろんこっちだよ。で、右と左でどっちが傾斜？真ん中だよ。右側の方が緩いよね。途中からの。ここがさ、行くよ。最初ロープ張ってみないの？うん。あー怖い。あ、綺麗だ。なんだ？え？大丈夫大丈夫、画面が消えただけ。あんどな、うん、あーダメだ、あーほらタイヤがスルスルスルで行け。あんまりブレーキかけすぎるわけ、スリップなんて怖いじゃん、坂を止めすぎるな、チャリングを。おい遠めすぎるわけ、スリップなんだって。もう半分来た、半分来た。半分来た。地域によって坂が多い、もう大変っていう人たちは、まあ、便利かなっていうふうに思います。車椅子ユーザーさん自身が自分が大変だって思うのであれば、街行く人たちにお願いするのもあれだし、もしお願いされた時はぜひ
心よく引き受けていただいて、車椅子を押していただけたらなと思います。はい、ではそんな感じで、この動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。 Loving you